こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。現在、米軍は原子力空母内でのコロナ感染問題で太平洋ならぬ世界で任務についていない状況下にある。中国の空母だけがこの極東アジアや南シナ海などで運用できている状況だ。火事場泥棒が得意な中国。日本も今尖閣の防衛を引き締めて防衛任務に就かなければならない。つい先日追う流潜水艦が呉基地に到着している。すぐにでも任務へ向かってほしいものだが、まだだろう。米軍でアメリカ強襲揚陸艦が沖縄に滞在している。無論 F-35B ステルス戦闘機が艦載されている。やはり重要なのは今現在空母がゼロということだろう。日本でも護衛艦出雲、加賀の回収が急がれる。中国がどんな動きをしてくるのかは謎だが、容赦ないと考えることの方が大事だろう。ここへ来て米軍の軍事戦略も見直しとなっている。それはあのトマホークを沖縄にも展開するとの方針だ。それでは少し詳しく話していこう。2020年3月23日付ウォールストリートジャーナル紙にアメリカ海兵隊のデイビッド・H・バーガー総司令官のインタビューが掲載されました。海兵隊の編成を大改革するという内容でした。詳細を紹介しますと、今後10年間で戦車部隊は廃止する。榴弾砲部隊も大幅に削減する。戦闘機や輸送機も若干の数減らして、結果的に人員を1万2000名削減する。その代わりに、ロケット、ミサイルを担当するヒマルス部隊を3倍に増強し、同時に偵察用無人機部隊も増員するというものでした。つまり、地上戦から空中戦、それも人員を必要としない武器を主体とした戦術に移行するという計画ではないかと考えられます。ヒマルス高機動ロケット砲システム。はい、モビリツ・アーティラリー・ロケット・システム部隊は、今まで多連装ロケットと短距離弾道ミサイルを使用して対地攻撃を行っていました。これからは、新たにノルウェー製の NSM 追加ミサイル、ナーバルストライクミサイルと対艦攻撃能力を備えた対地対艦兼用の新型トマホーク巡航ミサイルを積んだ車両が追加されることになりました。海兵隊は地上からの対艦攻撃能力を新たに装備することになるわけですね。地上から攻撃するのなら海兵隊ではなく陸軍ではないかと感じますが、アメリカ軍はあくまでも海兵隊のものとして配備する考えのようです。バーガー総司令官の言う海兵隊の大改革の理由は、何と言っても対中国です。地対艦ミサイルを装備して中国海軍と戦うというのが主たる目的と言われています。年々海洋進出、他国の領海侵犯ギリギリを強めている中国は、東シナ海の尖閣諸島や
南シナ海の南沙諸島、西砂諸島の周辺にも出没し、日本だけでなく台湾やフィリピンとも紛争の種をまいています。この中国海軍を牽制するプレッシャーを与えるという重要な役目を担っているのです。そもそも海兵隊の役割は、海上や空中から歩兵部隊を敵地に送り込むものでしたが、最近任務の内容が変化しつつあります。部隊を送り込むという任務をある程度は維持したままで、今後は主な任務は長距離対艦ミサイルを使用することによって、敵艦を遠い距離から狙い撃つということへ大きく変化しているのです。つまり戦車や榴弾砲を必要とする地上での戦いは陸に任せて、海兵隊は海洋をめぐる戦い、対中国に特化することにしたのでした。海兵隊は陸軍へ吸収されるのではないかという噂が年中くすぶっています。だから海兵隊にとって陸軍とのこの差別化は、存在理由を世間に示すには格好の機会とも言えるわけです。それゆえ海兵隊は対艦攻撃能力を取り入れることになりました。アメリカは他国向けに地対艦ミサイルを製造販売した経験はあるのですが、国内への本格的な装備は試験運用はあるそうですが、アメリカ全軍の歴史を振り返っても初めてのこととなるそうですよ。くどいようですが、海兵隊の新方針が中国海軍との戦いである以上、前線基地ともなる沖縄の第3海兵遠征軍に新装備が与えられるのは明らかです。この第3海兵遠征軍を再編成し、その中の3連隊が海兵沿岸連隊へと新たに編成され、この新沿岸連隊が地対艦ミサイルを重装備とするので、 NSM 地対艦ミサイルとトマホーク巡航ミサイルを沖縄県に新たに配備することになったのです。 NSM 地対艦ミサイルの重量は 410kg なので、対艦ミサイルとしてはちょっと小さめです。射程は185km とされています。対してトマホーク巡航ミサイルは現行型のブロック4ですと重量 1500kg なので、 NSM の数倍も大きく、交渉射程は 1600km と言われています。ただし巡航ミサイルは燃費がいい高い高度を巡航するなど、飛び方によって射程の差が大きく異なるそうですから、どの条件で交渉の数値が計測されているのかによって、その値は当然変わってきます。余談ですが、燃費がいい経済的な高い高度を飛ぶのは敵に見つかりやすいというリスクと隣り合わせだそうです。巡航ミサイルの能力的な最大射程は実は交渉数値の2倍はあると推測されるのですが、このミサイルは敵に発見されないよう低空を飛んだり迂回するなどの機動力なども要求されますから、
最大射程がイコール実用射程というわけではありません。トマホークの交渉射程 1600km、 最大射程は 3000km と推定されます。という数値は対地型のものなので、対艦攻撃用となると有効射程がもっと下がってしまうとも思われます。亜音速、音速に近い速度で飛ぶ巡航ミサイルは、遠い距離から発射すると到着するまでかなりの時間が必要となりますから、相手が移動している艦船だとすれば目標を見失ってしまう可能性も考えられます。ですから攻撃の最終段階で何度も蛇行飛行によって目標を探し出す飛び方をしなければならないこともあるので、飛行距離を大きく使ってしまうことになります。実例ですが、現在退役してしまった東西冷戦時代の対艦専用型トマホーク TASM の交渉射程は 460km という、今と比べると非常に短い距離でした。ただし現在の技術を用いればデータリンクを使用して目標艦船の位置をリアルタイムで飛行中のミサイルに伝えることができますから、蛇行飛行の必要性も下がりのす。となると結果として有効射程がもっと長く伸びるかもしれません。ちなみにトマホーク地上発射機を沖縄本島に配備したと仮定すれば、射程距離 460km でも中国との火種によくなっている尖閣諸島まで十分届くそうです。交渉数値はまだ公表されていないのでここからは推定ですが、トマホーク巡航ミサイルの対地対艦兼用型の次期最新型トマホークブロック5は対艦攻撃での実用射程も 1000km 以上となるものと思われます。石垣島、宮古島、奄美大島という日本南方の島々に陸上自衛隊が地対艦ミサイル部隊の配備を進めています。そして最も重要視されている沖縄本島には新たに開発した島嶼防衛用高速滑空弾配備が予定されていると考えられます。高速滑空弾という名前は初めて聞いた方もいらっしゃるでしょう。この高速滑空弾というのはロケットを地上で打ち上げ、大気圏の上で弾頭部分を分離させて超音速で飛行する新しいタイプのミサイルだそうです。 GPS の誘導を受けてかなり複雑な軌道で飛行するミサイルですから、相手にとっては迎撃もなかなか難しいと言われています。つまり非常に性能の良いミサイルということです。この高速滑空弾なら沖縄本島から尖閣諸島まで到達するはずですが、まだ開発中ですから即設置というわけにはいきません。ということは防衛網に空白ができますね。その空白を埋めると言われるのがトマホーク巡航ミサイルなのです。近い将来トマホーク配備の予定となっているので、これによってしっかりとカバーされると期待されています。つまり
日本とアメリカが連携して隙のない地対艦ミサイルの網を張ることになるのです。特に沖縄本島は戦闘機の航空基地や地対空ミサイルが数多く配備されているので、防備網はかなり手厚い状況です。さらに、ミサイルの地上移動発射機、巨大な整備ですが敵から逃げ回る広さもありますから、ここに地対艦ミサイルが配備されたなら、万が一先制攻撃されたとしても、この基地を無力化するのは、簡単なことではないと思われます。つまり、難攻不落とも言えるのではないかというわけです。新型トマホークミサイルが艦船を攻撃した時の有効射程を 1600km と仮定します。しかし、グアム島にあるアメリカ軍のアンダーセン基地から発射しても東シナ海や南シナ海までは届かないのです。つまり、海兵沿岸連隊をグアムに配備しても他国の攻撃には対応できないので、結局はグアムの防御以外にはほとんど意味がないというわけで、ぶっちゃけ予算の無駄と言ってもいいでしょう。となると沖縄の存在が重視されてきます。沖縄に常に配備して東シナ海を睨みつつ、ことと次第によってはフィリピンまで進出して南シナ海の情勢に対応するというのがトマホーク巡航ミサイルの配置としてはベストと考えられているようです。だったら最初からフィリピンに置いた方が効率的ではないかと思いますよね。しかしフィリピンとアメリカの間には様々な経緯があります。スービック海軍基地の返還についてはアメリカが延長を望んだのにフィリピンが一周したためアメリカ海軍は東アジアの重要な軍事拠点を手放さなければなりませんでした。それ以後フィリピンはアメリカと距離を置きつつ、ロシアや中国ともつかず離れずの関係を保っています。このようなフィリピンの状況を見ればアメリカ軍のトマホーク配備はまさに夢物語のようなものでしょう。フィリピンがダメなら沖縄ということで非常に不本意ながら、トマホークが装備されることによって沖縄本島の戦略的価値が増大することになってしまったのです。